はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。今回はここに書いてありますが、ケアレスミスを減らしたいという相談ね、非常にいただく相談なので、今回はこのテーマについてまとめていこうと思います。で、中高生がおそらくメインにはなると思うんですが、小学生のうちから使える技についても話していきますので、もしね、親御さんとか見てらっしゃる方がいらっしゃれば、自分の息子さんや娘さんに使ってもらえたらと思います。では行きましょう。ケアレスミスね、ボンミスっていう、うっかりミスなんていろんな言い方をしますが、多いなって気にしてる方も多いかもしれません。現に自分は非常に多いです。昔も今もです。ケアレスミスが多い方だと思うんですが、それでもかなりこう訓練をして減らしてきた自信があるんですね。で、その減らしてきたノウハウとか、いろんな本で読んだこととかも組み合わせて話していくんですけど、まずですね、ケアレスミスを減らす方法っていうのは大きく分けて2つの方向性があります。これは書いてある。正確性を上げる、こっちの方向性と、青の気づくっていう方向性です。で、これがまず大きく全然違う方向性なんだっていうことを認識しておいてください。で、タイプによって、その方のね、みんなのタイプによってどっちが合ってるっていうのもあります。もちろん両方能力的にね、上げていってケアレスミスを減らすっていうのも大事です。自分もそれをやっていってるんですが、ちなみに自分はこっちですね、気づく、こっちをすごく重きを置いて訓練をしてきた人間なんですが、タイプはね、みんなに合ってる合ってないがあると思うので、そこはね、判断しながら聞いてください。で、まずこの赤からいきましょう。正確性ですね。で、これは言葉の通りで、正確性、つまりそのみんながテストとか問題集で問題を解きますよね。解いた時の正確に解ける、だからもう単純にケアレスミスをしないっていう、問題の誤答、間違うっていうことをしないようにしていくっていう訓練をしていきます。で、ここで大事になるのがですね、これをしっかり認識してるかっていうのが非常に大事になります。特に中学生、自分はね、個別指導塾にいた時に中学生が一番多かったので、特にそう感じるっていうのもあるんですけど、中学生のうちっていうのはですね、ミスをするじゃないですか。これ大人の方でもいらっしゃいますけど、ミスをした時にミスカウンターが発生するんですよ。ミスカウンター、つまりカウントしていくミスカウンターです。あー、ケアレスミス2回しちゃったで、違う時にね、あー3回しちゃった、あーここは6回もしちゃったよみたいな、ミスのカウントがどんどん増えていくんです。これをしてる方、無意識でねしてる方っていうのは、何が残るかっていうと、っていうこの認識だけが残るんですよね。つまり自分にとって良くないイメージだけが残ってしまう。ああ、またミスしちゃったっていうね。そうじゃなくて、ちゃんとミスっていうのを自分にとってプラスにしていかなきゃ意味がないですよね。失敗は成功のもとなんていう言葉がありますけど、そのミスをした時にどういうミスをしたのかっていうのをしっかり癖を把握します。例えばケアレスミスが一番多く発生するのは、小学校で言ったら算数、中高で言ったら数学が一番発生する科目だと思うんですけど、よくね、自分が数学の動画を撮ってる時とかに言いますが、自分は分数でめちゃくちゃケアレスミスを発生させやすいんですよね。だからそうやって分数、例えば分数だけじゃなくても、分数のこういう問題とかね、みんなだったらこういう風な問題が出てきた時にこういうミスをしやすいよねって、したことがあるよねとかでも構わないです。そういう癖を把握することによって、実際に次問題集とかテストでその問題、類似問題、似た問題に出会った時に、あの時こういうミスしたんだよなって気づいたら、その時にそのミスはしないです、ほぼほぼ。だって気をつけてるんだから。でもこのミスカウンターだけをしてる人だと、ミスをして、ケアレスミスをしやすいってイメージはついてるけど、じゃあどういう時にミスするかっていうところまで把握をしてないので、そうじゃなくてきっちり癖を把握するっていうのをしておいてください。で、もしですね、もう受験が直前でって方はちょっとなかなか難しいかもしれないんですけど、ミスノート、これね、非常に有効です。これは小学生の親御さんとかでも、自分の お子さんとかにもね、やってあげるといいと思うんですが、例えば問題とかで間違った問題だけをピックアップしたノートです。問題集でも学校のプリントでも教科書でもいいんですけど、教科書とかだとね、コピーしなきゃいけないっていう手間はあるんですが、その間違ったやつを切りますよね。切ってそれだけを貼っていくんです。で、ミスノートを作ります。
これは例えば中学1、2年生とか高校1、2年生の方はやっておくとめちゃくちゃ後々宝になります。これはやっておいた方がいいです。でちなみにこれはケアレスミスを減らすって面でも強いですし、ただただ受験勉強とかでもめちゃくちゃ武器になります。以前テレビでですね、謎解きの松丸さんですね、大吾さんの弟さんの松丸陽吾さんがおっしゃってましたけど、これ昔からやってたっていう、お母さんがやってくれてたのかな、で自分もやるようになったみたいな話をしてたんですけど、これは本当にやった方がいい。手間だなと思うかもしれないですけど、後々すごい宝になるのでぜひやってください。自分がミスしたものをノートに貼っていく、もしくは書いていってもいいんですけど、書くのって手間なので問題によっては、切り貼りしていくのが楽かなと思います。その時に答えをちゃんと用意するのを忘れないようにしてくださいね。答えもコピーして違うノートか、もしくは同じノートの答えページを作って貼っておくという感じですると、オリジナル問題集ができますので、ぜひこんな感じでやってみてください。まあね、めちゃくちゃいっぱい話したいことまだあるんですけど、ちょっとこの動画ね短く済ませたいと思ってていっぱい話してるんだけどね。まあ次行きましょう。で次は気づくって方です。自分が力入れてきた方ですね。でこれはですね、その試験本番でケアレスミスをしてしまっても同じ試験時間内で気づくようにするっていう方です。だから自分の中ではしちゃうよねって思ってます。試験本番でもどんなに訓練をしてどんなに正確性を上げたってしちゃうもんはしちゃうんだよ俺はって割り切ってます、今でもです。で割り切った分、じゃあ気づけばいいじゃんっていう、試験時間内ねっていう発想です。じゃあどうするかっていう、これポイントが2個あって、まず1個目、解いてる時に印をつけるっていうね、印をつけます。でよく自分がやるのは、三角と×を使っていくんですけど、丸を使う時もあるんですが、丸は書かなくてもいいのでこの2つを使っていきます。でこの2つの意味っていうのは、問題集でも入試の時でもそうですけど、100点目指してるって方は×はいらないですね。でも多くの方がそうじゃない、高くても8割80点欲しいなって方もいるかもしれないし、平均点の50点が欲しいなって方もいるはずです。50点だったら半分取れなくていいんだよ、間違って構わないってことは、これも捨て問題です。どっちかというと試験本番だったら捨て問題で、問題集を解いてる時だったら、無理って思ったやつ、私には解けんみたいな感じにこのマークをつけます。試験本番だったら捨て問題ね。で、あとこっちの問題集解いてる時は無理ですって思ったやつをつける。で、三角は何かっていうと、試験本番の時は要確認、つまり見直しした方がいいよ自分ってやつです。理由は後ほど言います。見直しした方がいいってやつで、問題集解いてる時はですね、解けたんだけどちょい不安っていう、みんながさ問題集を解いてる時にですね、解けました、絶対合ってるこれはっていう感触の時と、解けたんだけどなんか微妙かもって時ありません？でこの、こちらいきましょう。テストの本番の方から説明しますね。要確認、これは、例えば問題が1番2番3番って、問題書いてあって、問題答え回答紙に解いていきますよね。答え書いていくわけですけど、絶対解けたやつはスルーでいいんですよ。それはもうやり直ししません。余裕があったらするかもしれないけど特にしないと。で解けたんだけどいやちょっと不安だなと、さっきで俺が言うんだったら分数とかそうですね、いや計算ミスしてる可能性があるからおそらく後でチェックした方がいいみたいなやつにマークをつけていくんです。これテスト本番ね、入試本番でつけます、今でもつけるよ。これつけていく、3番とか。そしたらそのマークは要確認のマークなので、一周し終わった後に三角マークをもう一回解いていきます。見直しをするんです。そうやることによって気づくようにするの、ケアレスミスをね。でその確認する時の、方法もあってですね、数学の問題用紙ありますよね。でよくやりがちなのが、これぜひやらないでほしいことがあって、問題の近くに答え、計算ね、書かないようにしましょう。できれば問題用紙が2枚あってちゃんと裏が何も書いてない状態になってるんだったら、1番の1回目はここの裏に書きます。はい、2番ここって書いていくんです。なぜかっていうと、2番ってなんでかっていうと、ここを開けておきたいんですよ。で2回目、2周目ですね、1周終わった後の2周目の時にここに書きます。空きがあるんだったらこっちにも書きますけど、
人っていうのはですね、1回目に解いたものがありますよね。で、見直し、ここに、じゃあ1回目ここに書いたとしましょう。で、2週目に戻ってきた時に、これをあ、三角ついてるからもう一回やろうって思うでしょ。やろうとした時に、ここに書いてやると、さっき解いた、まあ何分前に解いたばっかだからさ、そのさ、思考回路をもう一回辿るんですよね。だから合ってるように見えるし、もう一回解いても同じ答え出てきちゃうから、同じ解き方しちゃうんだって。で、それって俺にとっては見直しじゃないの。確認になってない、それだと。じゃなくって、さっき解いたものが何にも見てない状態。もう一回、もちろんさっきの記憶は残ってるけども、何もない状態でもう一回解きたいんです。だから裏にやるの。一回目解いて、これに戻った時にこれをこう表に返せば、これなくなってるから。で、もう一回解くんです。2番を。で、さっきの2番と照らし合わせる。で、同じ答えだったらさ、まあ大丈夫だろうと。で、ここでずれてるんだったら、どっちかずれてるでしょ。もしくは両方ずれてるかもしれないけど。あ、ミスってるみたいな。気づけるから。だから、一回解いたものを目でたどるのではなくって、もう一回ガチでやるの。ってやります。これが自分の気づくための印付け。で、ちょい不安っていうのは問題集の話なんですけど、問題集を解いてる時にね、三角マークをつけるわけです。で、さっきも言ったように、できたんだけど、なんかちょっと微妙みたいな時ってさ、それの微妙なんだけど正解つく時ありますよね、当然。あ、合っててよかったよかった。これ見直ししないっすよね、ほとんどの方が。しないんですけど、これ同じような類似問題また出会ってみ、また同じだから。できた気がすんだけど、ちょっと不安みたいな、なっちゃうでしょ。それはちょっと不安っていうのは、自分が使った公式とかが本当に使ってよかったのかな、みたいな。何かが噛み合ってないの、自分の中で。だったらちゃんと正解だったけど解説チェックしなきゃ。で、チェックして、ああ、オッケーオッケー、この公式で良かったんだってなることで不安がなくなっていくわけだし。つまり問題集やってる時に三角っていうのは確認していく。で、×っていうのも無理って問題だから、もし今偏差値45とかで60までいかなきゃいけないだったら、この無理って思ったのもチャレンジしなきゃいけないかもしれない。15上げるってそのぐらいの差があるからね。でも今無理ってなってるんだったら三角が優先じゃん、どっちかというと。だってこっちの中で、ね、理解しやすいんだから、もうちょっと掴みかけてるんだから自分の中で。だからこっちを優先して、で×っていうのを、あ、じゃあまだ余力があると、まだいけるんだったらこの×もやってみようかなみたいな感じで勉強する順序を決める。そのためにもぜひ印付けをやってください。長いな、長いっすけど、ごめんなさい。もう一個あるんですね、ポイントね。で、この印をつけるために、これまあ話を聞いてて、いやそんな時間ねえよと思う方もいるかもしれないです。そのために自分が一番訓練したのがやっぱそこですね。これはめちゃくちゃやりました、自分学生の時にね。で、今でも、まあ、めちゃくちゃそんな人に誇れるほど早いとは思ってないんですけど、でもある程度早い方だと思います。その時の訓練のやっぱり成果が今もあってね。で、どうやるかっていうと、例えば小学生とか、まあ、中学生とかもそうです。学校で配られる、まあ、計算ドリルとかさ、問題集、学校のワークとかあるじゃないですか。で、書店で売ってる、本屋さんで売ってる本とかでもそうですけど、たまにそのページのさ、この辺に目標時間何分みたいな、20分でチャレンジみたいな、書いてあったりするものってありますよね。で、その時自分はそういう問題集、が持ってたら、この時間の半分でやろうって決めてました。半分で時間ちゃんと測ってね。で、これに関しては目安です。で、間違っちゃいけないのが、例えば10分で目標半分でね決めるじゃないですか。これを達成できなかったらダメだよっていうわけじゃないの。時間を達成するためのチャレンジじゃない、今に関しては。時間を意識して短い時間でギュッと詰め込んで解くスピードを上げる練習をしてる。解くスピードを上げる方法っていろいろあります。例えば途中式をしっかり書いてた、じゃあある一問を解くために今までは5行必要だったものが2行目と4行目は頭の中でやってもできるんじゃないって、この途中式はこの部分書かなくてもいけたんじゃないって、ちょっと上切れてたね、申し訳ないっていうこともあると思う。これは練習していく中で自分で見つけられるの、いらない部分、削れる部分は。ただ削っていくことによって正確性が落ちることもある、それは。だって途中式きっちり書かなくなってるからね。
ただ自分にとって解くスピードを上げる、それは繰り返し繰り返しやっていくことによって必ずピンポイントで見つけていきます。自分のポイント、伸びるポイントっていうのがね。なので、まあ時間がね書いてなかったら目安でいいです。パッと見た時にこの2ページ分このぐらいの問題量か、よっしゃ15分でやってやるよみたいなね、ちょっと自分に負荷をかける感じで時間設定を決める。ただし達成できないからといって落ち込んだりはしない、そんな必要はないから、ただただスピードを上げるための練習としてやってください。で、解くスピードを上げるっていうのはメリットがめちゃくちゃあります。それはもちろん試験時間が早く終わる、早く回るから2周目、自分行けるとき3周目まで行くからね、3周目まで回っていける、その気づくための回る時間を発生させると。だから試験本番のメリットもあるし、普段の勉強でも解くスピード上がったら勉強時間短くなるんだよ。残った浮いた時間でさ、それを他の勉強に当てることもできるし、休憩時間を増やすことだってできるかもしれない。だからここを意識するっていうのは非常に大事なので、勉強の時にね、あのストップウォッチとか、うまくちゃんと100均とかでも売ってるからさ、買ってきて使ってください。で、最後にですね、まあ小学生の親御さんとか保護者の方がもし見ていただいた場合、この時間って非常にやりやすいのでやってください。で、これは時間をまあここと似てるんですけど、その子供に対して落ち込ませる、ダメだよっていうためにやっちゃダメです。なんでこの時間でできないのじゃないんですよ。あ、こんなに早くできたんだねって褒め言葉に使ってください。これ、落とす方のワードで使うと、どん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 モチベーション下がります。子供にとって。必ず褒めてあげる。っていう方で使ってください。それ、すごく大事なとこなので。で、学生自身のみんなもそう。だから同じね。解けなくてダメだったじゃなくて、今日この時間で解けたぜっていう、自分を褒めるための要素で使ってください。いいかな。ちょっと感覚的なとこで申し訳ないんですが、まあ、ちょっと長くなりましたけど、まあこんな感じで、すいません、ここねすごく自分力を入れてきて勉強してきたところだったので、サクッとまとめたつもりなんですが、何かしらねヒントになっていただけたら嬉しいです。では、今回はねケアレスミスを減らしたいというテーマでね、ちょっとサクッとまとめさせていただきました。ここまでねご視聴いただき本当にありがとうございました。